皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はなぜウェブサイトで集客するときにキャッチコピーが大切なのか、その理由と書き方のコツとはということについてお話をしたいと思います。私がクライアントさんのですね、ウェブサイトをチェックするとき、それが、そうですね、ブログ系の、ウェブサイト、あとはホームページとか、いろいろな媒体があるわけなんですけれどもね、ランディングページと呼ばれる申し込みを促すような文章を書くページももちろん全部チェックするんですけれども、その時に写真と文章ですね、この2つの要素はかなりよく内容コメント細かくしていきます。その文章の組み立てそのものももちろん順序が逆だと伝わる度合いが半分に減る時とかもあるし、逆に順序をここにある文章をここに持ってくるっていうことによって効果的にこう読み手の方が行きたい、欲しいとか思ってもらうように変えることもできるので、本当に文章っていうのは非常にこう大きな効果効能があるものなんですね。で、それと同様に私が重視しているのはもちろん写真です。その文章の流れに沿ったいい配置にいいポイントの写真が入ってくると心がスッと動くような状態を作ることができるんですね。だから写真は絶対下手より上手い方がいいです。だからといって毎回プロのカメラマンをお願いできないので、写真も、技術を、心に伝わるような写真を撮れるようにということで、写真も私は同時に教えているんですけれども、そういう形でこうウェブサイトっていうのを作っていくときに、伝わるっていうことを重要視して私は添削をしているんですね。でその時に伝わる要素として非常に重要なのがですね、キャッチコピーとかも結構重要になってくるんですよ。でキャッチコピーどういうシーンに使うかというと、一番多いのはですね、ヘッダーと呼ばれる、ファーストビューっていうふうに言われてるんですけど、要は初めてお客様がウェブサイトを見た時に一番トップにある画像とか、言葉どっちでもいいんですけど、ヘッダーとかヘッダーバナーとか、ファーストビューとかいろいろ言い方あるんですけどね、そこに何をこう書いてあるかっていうのが、その下の文章を読むか読まないかっていうところに非常に大きなポイントになってくるんですね。でその時にキャッチコピーっていうのは非常に必要になってくるんですが、キャッチコピーの作り方がわからない、ないしは何のためにそれが必要なんですかっていうのがわからない、初めての方とかケースが多いので、ちょうどですね、今そういう新クラスとか新コースを作ろうとしている人が私のクライアントさんに非常に多くてですね、キャッチコピーの重要性を個々にいろいろお話をしている最中だったので、じゃあちょっとまとめて動画にやろうかなって思いました。そうすると困ってる方っていうのは多分同じように困ってるケースが多いかなというふうに思ったので、今日はですねキャッチコピーの作り方、なぜ大切なのか、そのあたりをですねお話をしていきたいと思います。はい、そしたらですね、今日実はご紹介したい本が一冊あります。こちらですね、キャッチコピーの極意、とてもシンプルな本なんですけどね、これ自身もすごいキャッチコピーがドンって分かるように書いてあるタイトルです。だってこういう本でキャッチコピー悪かったらまずいですもんね。届く、刺さる、売れるって言ってね、だんだん字が大きくなっていってます。キャッチコピーの極意、とてもシンプルで分かりやすい。読めなかったけど、湯気徹さんっていう方なんですね。劇的に売れる一行がうまく作れる、うまく書くな、売りをかけ、非常に上手なキャッチコピーですね。下の方にちょっとちっちゃく書いてあります。チラシ、ポップ、ウェブ、SNS、ネーミング、名刺などに即効性ありということで、キャッチコピーが作れるようになるとですね、あらゆるシーンで非常に応用が効くので、キャッチコピーの作り方を覚えるっていうのは一生ものの財産になります。はい、ウェブで集客していきたい場合にはですね。なので、いろんな本私持ってるんですよ、キャッチコピーの本って。ただこの方の本が1月かな、2019年の1月に出て、つい最近出たばっかり、3ヶ月ぐらい前なんですけど出たばっかりでですね、何かで
たまたま何かのきっかけで知ったんですよ。それで読んで、あ、これ分かりやすいよね、手元に置いとくバイブルとしていいよねって思ったので、今日はこの内容から引用しつつ、ご紹介したいと思います。私は別に湯気さん の友人でも回し者でも何でもないです。ただコンサルタントとしてですね、あ、この本はいい本だな、みんなに紹介した方がいいなと思ったんで、紹介させていただいているという形になってますので了承ください。ですね、まずその、キャッチコピーが、まあ、なぜ必要なのかっていうことなんですけれどもね、あの女性の文章を私添削しているとですね、あの長いんですよおそらく私は企業人で22年もやっていたし、報告書とか会社内の文章を、まあ、提出するのをチェックする立場にあったので、基本男性社会の中で生きている状態での脳をもともと持ってるんですね。じゃあそれがじゃあ作家みたいな時になった時にはね、全部それだったりするとですね、ちょっとそっけない文章になっちゃうので、そのあたりはこう感情的な冗長的な部分を入れていく冗長的な部分を入れていくんですけれども、人に伝わりやすいのっていうのはやっぱりね、会社のそのルールにのっとったような左脳型の方の文章の方が基本は人に伝わりやすいです。例えばあの文章を読んでていつも一番感じるのがですね、結論は一体どこに書いてあるんだろうっていうのがわからない文章が結構多いんですね。下の下の下の方に書いてあって、しかもそれが難点化するんですよ、話が。そしてあなたは一体何を言いたいんだっていうのがわからない文章が割と女性の文章に多い特徴なんですよね。感情の部分が先走っちゃうことが多いからそうなるんですけど、男性が書くとこれこれについてお話をします、なぜならばとか、結論が先にやっぱり書いてあることが多いんですね。そうするとそれで心を準備しながらその先を読んでいけるので、何か伝えたいこと訴えたいことがあるっていうことは、その肝になる部分を凝縮した目を引くような興味を持ってもらえるような、そういう言葉で書いていく必要があるんですね。だからそれがキャッチコピーっていうことになります。なので特にですね、あの女性の場合には長くなってよく言ってることがわからないっていうあの傾向が多いのでですね、そのあたりを上手にやっていく方法の一個として考えていただければいいなと思います。この本は非常によくできているので、急になる方一冊持っていただければと思います。今日これ一冊を話したらですね、話せるんですけど多分2時間から3時間かかる内容になっちゃうので、ポイント、どういうことに気をつけて書いたらいいのかっていう、この中から抜粋したポイントですね、私も普段気をつけていることで、でさらに細かく深掘りをしたかったら本を読みながら、これね手元に置いた方がいい本です。で書きながら実際に覚えていくっていうのが一番いいので、ポイントだけ今日はお伝えしたいと思います。ですね、まずキャッチコピーがですね、書くじゃないですか自分で。で反応がないキャッチコピーっていうのは当然あの集客もできないし物が売れていかないですよね。じゃあなんで反応がないのかっていうことなんですけど、大概ですね、メリット重視で書かれていないケースが多いですね。メリット重視っていうのは買い手にが喜ぶ内容ですね。だから売り手、要は例えば教室の先生だったら自分の教室はここがいいよっていうのをこう自分で宣伝している方の内容ではなく、来たい人が来たい理由を書く方がキャッチコピーっていうのはやっぱりうまくいくんですよね。なのでそのなんていうんですかね、購入後のメリットですね、想像させるものをとにかくキャッチに入れていくっていうのが大事だったりします。あと私がよくやるのは、あの私のクライアントさんが例えば私のサービスを受けて実際にこうなったっていう喜びの声をいただいた時の喜びの声をそのまんまキャッチコピーにしてしまうっていうことがあったりするんですね。ですからこの本にも書いてあるんですけど、うまく書こうとするんじゃなくて、やっぱり売りですね、どんなことがその人にとってメリットなのかっていう、その言葉をね探して書いていく、これ慣れなんですよ。たくさん書かないと慣れない。でも
この本がいいところはですね、当てはめるだけでどんどん書けるっていうこの31の表現パターンとかもあるので、これを使いながら自分どれにしようかなっていうのを選びながらやっていくっていうのができるので、非常にそういう意味ではよくできてる本だなっていうふうに思っていて、キャッチコピーを作るときにちょっとこれ読んでくださいっていうのを最近私言って、はい、自分が全部説明する必要がないのでいいなと思って読んでる本です。で、キャッチコピーじゃあどうやって作るんですかっていう、いろんなキャッチコピーの本あるし、いろんな作り方があるんですけど、シンプルにですね、商品が売れない場合はじゃあ一体どういう場合なのかっていう原因をね考えてみますね。そうすると売れない場合のまず一つ目はですね、売りたい相手、その方が売りたい相手ターゲットを間違えている、人違いっていう場合が売れないですね。だから商品を欲しがっている人に分かるようにきちんと文章を書かなくてはいけなくて、こちらの全然関係なさそうな人が響くっていうか、自分が本来買ってほしい人じゃない人に向けたような内容を書いてしまうとターゲットを間違えてるということなんで、人違いだと当然売れるはずがないということですね。で、2つ目が、見立て違いです。要は売りを間違えているということですね。商品とサービスが選ばれている本当の理由を自分が見間違えているっていう時にはやっぱり商品が売れていかないっていう場合があります。だから本当はなんで自分の商品が支持されてるんだろうっていうのは、お客様の声を聞きながら自分でちゃんと理解するっていう必要があるんですね。例えば分かりやすい部分でお話すと、機能とか電化製品とかよく機能とかでね言うようなケースがあるんですけど、以前ですねスティーブ・ジョブズが、iPod だったかな、商品の発表のプレゼンテーションがあった時に、こういう曲がたくさん入る、ちっちゃいやつ iPod、 もしや知らない世代の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それを確かねジーンズかなんか履いて舞台の方からとって出てきて、こうなんかスッて見せて確か言った時に、1000曲曲を持ち歩けるっていうのを、売りにして確かキャッチコピーで言ったはずなんですよ。でその時にその曲を持ち歩いて要は散歩ができるっていう、そのライフスタイルを強調したんですよね。なのでその時に例えばそれが、大容量なんでしょうね、当時だとギガなのかな、10ギガのメディアですとか言われたらですね、はって感じじゃないですか。でも1000曲持ち歩けるって、こんなちっちゃいものに入った1000曲、なんか自分の生活がワクワクしそうで楽しそうじゃないですか。だからそういうものを分かってきちんと伝えることができるかどうか、なので売りを間違えちゃわないっていうことです。だから10ギガですって言っちゃいけないですよ。言ってもいいんだけど、売れるのは1000曲持ち歩けるっていうことの方が売れるわけですよね。だから見立て違いもしてる人も結構多いっていうことです。で最後は3つ目は売りを伝える言葉やキャッチコピーを間違えている、言い間違いっていうことですね。だから伝え方を間違えてしまうと伝わる人に伝わらないっていうのがあるので、だからキャッチコピーっていうのを勉強した方がいいっていうんですね。キャッチコピーはシンプルに3要素になります。誰に何をどう言うかっていう、ここの3点にもう凝縮されますね。だからその誰に何をどう言うか、でもそれはどういうことなのかっていうと、誰には当然ターゲットですね、決める。で何をっていうのはご自身のその商品の特徴、売りですね、相手から見た場合のいいなと思ってもらえる嬉しさポイントですね、それが売りです。でどういうか、言い方を変えたりとか、言い方を探して割と強めの言葉の方が心に響きます。特に教室の先生とか女性の場合は、いやそんなこと言ったら言い過ぎとか、いや私そんな風じゃないしとか、非常に謙遜する方が多いんですけど、ことキャッチコピーに至っては
古代広告にならないレベルの手前のところでもいいから、少し強めの言葉で書かないと反応してもらえないんですよね。だから正直に書きすぎると全然なんかキャッチコピーにならない。キャッチのコピーですからね。心を捕まえる文章がキャッチコピーなので、普通の日常レベルの話だったらキャッチコピーにならないですよね。うん、数字を入れていく場合とかもインパクトがある数字じゃないとあんまりこう響かない。例えばよく例えで言われるのが、日本で2番目の山って何か知ってますかっていう話ですね。1番目は富士山じゃないですか。2番目の山は何ですかって言われてね、これ私この話題何度も言ってるのにやっぱり忘れるんですよ。2番目の山ね、気になる方はウェブサイトで調べといてください。2番目の山は忘れられちゃうんですよ。だから1番って書くと、何かに特化した部分で1番っていうのを見つけられれば、やっぱ1番って書いた方がいいんですよ。2番とか3番ってあんまり価値がない見え方になりますのでね、そういうどういう言葉を使うのかっていうのも非常に重要になってきます。ですのでウェブサイト上ですね、キャッチコピーをまず頭に冒頭にボンっていうことができるかできないかっていうのは、その後の文章を読んでもらえるかもらえないかっていうところにおいてとても重要な役割を果たしているんですね。ですから意外性とか驚きみたいなのでスタートをするような場合もあります。あとはこの中には豊富な実例が載ってます。CM とかですね、有名な企業の売れたキャッチコピーとかあるじゃないですか。ああいうのも実例で載っていて、売れた大体キャッチコピーとかっていうのは大抵コピーライターが作ってます。でコピーライター、その1行書くだけで100万円とか1000万美味しいなとか思ってる人いるかもしれないですけど、その1個を書くために何千っていう言葉を書いて、その中の1個が企業に採用されてたまたまヒットするっていう、そういうねものがあったりするので、決して楽な商売じゃないっていうふうにね、私は思ってます。そしてだって売れなければ次の仕事来ないじゃないですか。だからそういう方たちっていうのは本当にこう研ぎ澄まされた感性、時代を先を見る力とか、世の中を逆説的に見る力とか、そういうものをね持ってるものがあるのかなと思います。ただ皆さんの場合には日常的にやっていかなくちゃいけないので、そのカリスマキャッチコピーライターのようなですね文章まではいかなくてもいいけど、ポイントっていうのがあるんですよ。どういうポイントで作っていけるかっていうのがねあったりするので、それを学ぶだけでも全然こうキャッチコピーとかが書いていけるようになるので、非常にですねそういう意味では面白いものがありますね。例えば売れたキャッチコピーの、ね、中で言うと、言葉が、ね、重なるような言葉、どんどんとかサクサクとかふわふわとか重なる言葉とかやっぱ耳に残ったりするので、ピッカピッカの1年生とかっていうのあったじゃないですか。ああいうものとかねあったりとか、いろいろそうですね、ストレッチの書籍とかだと、カチコチ体が10秒でみるみる柔らかくなるストレッチ、カチコチとみるみるとかね、こういう言葉の掛け合わせ、リズムで読ませるっていうのもあったりとかですね、具体的なノウハウがとてもてんこ盛りです。入れ替えがねできるようなものも載ってるのも非常にこういいですね。その中に入れていくだけで作っていくことができるっていうものがね書いてあるのはとても参考になると思います。なのでヘッダーバナーですね、この中にもそのキャッチコピーをボーンと入れて、そしておって思わせてその下を読ませるっていう、だからどういうコピーを使うのかっていうのはターゲット層に合わせて、こう注意を喚起するような、そのままで本当にいいんですかみたいなこう疑問系で始まるようなフレーズとかもよくあるじゃないですか。そうだな、例えば、ダイエットとかもそうなんですけど、彼女がダイエットに成功した理由を知りたくありませんかとかいう、こういう会話帳、質問帳からスタートするとかね。あとはその対象を名指しをするとかっていう言い方とかもありますね。最近よく眠れないあなたへとかっていうと、眠れないあなたは見ちゃいますよね。
安眠枕を売ろうとしてるのか、睡眠がいいベッドパッドを売ろうとしてるのかよく分かりませんけどね、まあ、睡眠薬を売ろうとしてるキャッチコピーじゃないと思うんですけどね。そういう名指しをするとかっていうのもコピーでよく使われます。あと実績を語るとかもありますよね、10秒に1個売れてますとか3秒に1個売れてますとかね、キャッチコピーではないですけど、3分に1組離婚してますとかね、3分に1組結婚してますとかっていう、なんかそういう言葉とかもあるじゃないですか。離婚相談所と結婚相談所とかだとまた使い方が違うのかもしれませんけどね。どこそこランキング1位なんとかで売れていますとか、そういう言い方もよくしますし、数字とかもね非常によく使うようなキャッチコピーの一個ですね。なのでいろいろとですね、ちょっと上級なレベルの内容とか文章の作り方とかですね、まあ危機感を煽るとかっていうのもね ありますよね。髪は毎日のシャンプーで傷んでるとか言うと、髪傷んでる人で私のシャンプー大丈夫とか思うと、その下にきっとあるのはシャンプーの宣伝なのか、もしやですね水とかかもしれないです。最近その髪が傷まない水を出すなんかシャワーヘッドとかなんかあったりとか、そういう浄水器みたいな機能をシャワーヘッドの横丁につけていい水をこう出すみたいな、そういうものもねあったりとかしますよね。あと皆さんが知ってる事実をこう逆転させるような意外な事実を言うとかですね、そういうものを使ったりするキャッチコピー、要はキャッチのコピーなので、出だしでつかまないと下の文章は読んでもらえないということで非常に重要な部分であります。なのでこれを勘違いしていると、自分の商品のさっきジョブズの例で言いましたけれども10ギガですとかいうのを先に言っちゃうんですよね。そうじゃなくて1000曲持ち歩けるってこっちを言えるか言えないかなので、これ案外ですね、ご自身の商品サービスをですねきちんと見つめ直しができていないと10ギガですとかって言っちゃうケースが多いんですよね。そうではなく、それによってどういう価値とか幸せ感が手にお客様がねを手に入れることができるのかっていうのを伝えるっていうのが大事なんです。私のパン教室は、プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンっていうのをキャッチコピーに据えました。天然酵母っていう言葉は SEO というそのキーワードで検索してくる人上を絶対に入れ込みたいコメントだったので、まあ、これは入れてます。だけれども通常もしじゃあ私が天然酵母のねパン教室をやるケースにおいて、そちらの方面の今までの従来型で言うと例えば硬くならない天然酵母パン、ふわふわの天然酵母パンが作れますとか、多分そういうことを売りにする予定だったんですね。で、私の教室がなぜ支持されたのかっていうと、7つの酵母を同時に1箇所で習えるって、これは事実の方なんですけど、それが一つの売りであったのは間違いないんですが、同時にですねそのプレゼントっていう切り口でパンを作ってみませんかっていう生活提案をしたっていうのが多分大きなポイントだったと思うんですね。なぜそれを思いついたかっていうと、教室を始めてしばらくした頃に、私のパンをご本人が食べるために使うんじゃなくて友人にあげたりとか、パーティーとか、友達との会食会にパンを持ってってみんなに喜ばれたっていう話とか報告が増えてきたの分かった時があったからです。要は普通のパンじゃなくて、例えば形がおしゃれで変わった味で希少性が高いパンを持っていくと、当たり前ですけど見たこともない食べたこともないパンを食べることができていたので、ご友人、そうするとその方たちが喜ぶわけですよね。で、そうするとその実際にプレゼントをした私の生徒さんはどういう気持ちになるかっていうと、そういう方たちに褒められるっていうのが非常に嬉しいという、そういう状態になっていくんですね。ですからプレゼントしたくなる天然酵母パンっていうのは非常にですね、生活、要はその人の喜びを表現するという意味で使われるパンとしては非常に大事な要素を持ったキャッチコピーを作ることができたんですね。ですからプレゼントをすると相手の人も喜ぶ、その人からお礼言われるあなたも嬉しい、
そういうパンを作りませんかっていう切り口でパンを教えるという教室だったんです。だからちょっと変わってましたよね。あの天然酵母が欲しい云々っていうことを中心に言ったのではなく、あげる喜び、もらう喜び、その人とのコミュニケーションのためにパンを使いませんかっていう提案をしたんです、私の場合には。だからそれを指示されて、あの人にあげると嬉しいから、ここのパンを持っていくと孫が喜ぶからって言ったおばあちゃんもいましたね。要は孫と例えば話すのが疎遠になっていてですね、あのたまにその作った帰りにその届けたらしいんですよ、そのおばあちゃんと言われる、まあ、私の生徒さんがですね。そうした時にお孫さんが非常に喜んで、おばあちゃん次いつ来るのって言われると、私の教室の帰りになるので、そこで届けるっていう約束ができて、だからここに来ると孫に会えるっていう、そういうに副作用が出てくるようになって、それを非常に喜んであの通ってる方とかいらっしゃいました。なので私の教室ではそのあげるっていうことが前提になっていたりするので、袋も何枚、5人にあげたいですっていうと5人分あげたりとかですね、まあラッピング用のリボンとか包むようなケースとかも中にはあってですね、そういう形で新しい価値、あのパンをプレゼントするっていう生活スタイルを、提案したっていうのが私のパン教室のちょっと変わっていたところになります。それをキャッチコピーにしたっていうことですね。ですからそうするとそういうものをやってみたいと思う人たちが集まってきたっていう、まあ、そういう形になりました。なのであのキャッチコピーっていうのは自分がターゲットにしたい方ですね、その方たちに響くようにやはり作らなくてはいけない。でその言葉を間違えちゃうと当然伝わらないということになります。ですので商品が売れないっていうふうに言ってる場合にはですね、あの最初に言いました、ターゲットを間違えてる人違い、売りを間違えてる見立て違い、売りを伝える言葉を間違えてる言い間違い、この3つであるケースが非常に多いので、シンプルに誰に何をどう言うか、この3点を改めて分解して考えるとキャッチコピーっていうのは上手に作れるようになりますし、そのコピー一つ変えるだけで集客力と集客率が全然変わってくるので、そのキャッチコピーを勉強するっていうのはとても大事なことになります。ですので、ぜひですねこの本1冊読んでみてください。で読むだけじゃなくて実践してみていただけると、非常にですね上手なコピーが作れるかな、あのいい本だなというふうに私は思って推薦したいと思いますので、ぜひご参考になさってください。それでは。